大受け、大受け。はい、どうも、サワケンと申します。よろしくお願いします。Hey, folks, how's it going? This is サワケン for you. さあ、安村さんですね。とにかく明るい安村さんが、あのショー覚えてます？イギリスのあのショー。Britain's Got Talent。あのショーで、セミファイナルだから準決勝なんですかね。準決勝でパフォーマンスをやってくれました。まあちょっと結論から申しますと、まあ残念ながら決勝には進めませんでした。でもですね、まあ、そこよりもね、その彼の司会者との英語のやりとりとか、そっちの方がすごい面白かったので、ぜひ紹介したいと思います。Congratulations to you, Tony. Tony.We have loved having you on Britain's Got Talent. Yeah. You have been unbelievable. Unbelievable! まずさ、ここ。まずこの unbelievable とかってさ、発音が意外にうまいんですよ。これ、練習したとかじゃなくって、普通にうまかったと思いますね。あと、これは安村さんの、まあ、天性で持ったものだと思います。Thank you so much for being part of Britain's Got Talent this year. We love you. Thank you. Don't worry. I'm ready. もう観客をね、もう取り込んじゃってるよね。Don't worry. I'm wearing. って言ったらもう pants ってもうみんなが言うように、もうなんちゅうのかな。もうそういう出し物として、もうなんかイギリスの人たち、もしくは世界の人たちが、もうそういう流れを覚えちゃったっていうのは、もう本当にすごいことだと思いますね。あとやっぱりさ、この司会者の人たちがさ、We love you って言ってるじゃないですか。この We love you っていうのがね、僕はね、本当に好きですね。こういう文化僕実はめちゃめちゃ好きなんです。Love っていう言葉、確かに愛してるみたいな感じで、ちょっと重い言葉として、まあ日本語的にはね、愛してるってちょっと重いかもしれないんですけど、この We love you っていうね、その愛してるというよりは、もう君のこと大好きだよって、君のことを本当に応援してるよとか、もうそういう意味で使ってるっていうのは、これはなかなか日本語にはない文化だと思います。Okay! Tony! Tony! Give us one more pause before you leave! Come on! Come on! Come on! One more naked pause!One more naked pose って。ね。もう一回なんかやってみてって。もう一回さ、naked pose。裸の、やってみてって。Come on! Oh, yeah! 大受け。大受け。That's a sad naked pose, ladies and gentlemen. A very sad naked pose.そう。sad naked pose. ね。ちょっと悲しい naked pose ね。ちょっと悲しい裸だねって。Tony! Thank you for being part of the show. We love you. Let's hear it one more time for the fantastic Mr. Tony Kako! いやー面白い。本当にこの人たち面白いわ。うん。あのね、イギリスのね、テンションと合ってるのよ、これ。これも本当にさ、勝った女の子より目立ってるっていう。ね、負けたのに、勝った女の子より目立ってるっていうのは、本当にすごいと思います。本当にすごい。マジで。Seriously, I am serious. This man is unbelievable. 本当にそうよ。うん。一つのね、一つの流れを作ったね。一つの、モーメントを作ったなって、本当に思いますね。いや、すごいっす。ありがとうございますって、なんかね、言いたくなっちゃった。うん、Thank you very much! See you! Pants!